せーの、税込むからお届け、世田谷人通館。ありがとうございます。さあ始まりました、税込むがお届けする全国ご当地人通館、世田谷バージョン世田谷人通館。番組 MC の佐藤珠緒です。この番組は毎回世田谷区で活躍されている方にいろんな話を聞いちゃおうという番組です。今日の素敵なゲストはこの方です。本田和夫です。本田劇場代表を務めております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ今日も3つのキーワードに沿ってお話を伺いたいと思います。こちらです。1. 俳優から実業家へ。 2. 演劇の街下北沢。 3. 新劇場への夢。ということで、まずトーク1、俳優から実業家へということで、本田さんは演劇との出会いというのはいつ頃だったんでしょうか。そうですね、高校生の時からですね、はい、高校の演劇もありましたからね、ええ、そこでもう高校1年生からもう演劇に興味がありましたので、ええ、演劇部に入ったわけですよね、高校2年の時にですね、演劇の部長を早速任されましてね、普通3年で高校部長やるんですけどね、私は2年で部長やりしましてね。それは何でだったんですか。なんか何でも好きなことを勝手にやってる男だからね。まあそういうことでね、2年の時に何か好きだった演劇祭で、秋のね、あの文化祭の時に演劇発表したんですけどもね、その時にね、長女っていうねお芝居やったんですけど、その時にですね、この長女一本だけじゃね、文化祭にね、もったいないなと思って、何かどっかで発表するとこないかなと考えたら、思いついたのは刑務所なんですよね。高校生でこういう刑務所に入門するっていうのはその当時は全くなかったことなんですけどもね、思い切ってやってみたら、やってく提案したら刑務所の方で OK 出てですね、それで刑務所行って慰問したわけですよね。本田さんがやりたいと提案なさったんですか。そうなんですよ。そしたら、ね、反響どうでした。200人くらい座ったのかな、シーンと座ってんですよね。音楽が終わっても、音楽やってる間も声も出しちゃいけない、拍手もしちゃいけない、じーっと見てるわけ、芝居やりだしたらね、なんせね、女優が出たんです、一人ね。その長女っていう役、あの芝居の題名ですからね、長女の役が、これグラマーなんですよ、これね。やばい、なんと刑務所の銃がね、ざわざわざわって動きます。今までずっと静かだったのに、たった女優さん一人でね、グラマーの可愛い子出たら、ざわざわってなってね、あ、これ当たったなと思って、そしたら、終わったら、ちゃんと刑務所の所長から表彰状もらいましたね。怒られなかった。あ、よかったです。でも大盛況だったんです。そんなようなことをね、単にちょっと変わったことをやるのが好きでね、芝居でも何でもそうなんですけど、人に喜ぶことをやりたいんですよね。人が喜んでもらえることをやることが私の楽しみなんでね、人にやらないことで、人がやらないことをやってやろうっていうのは私なんですよね。なるほど、すごいですね。まあとにかくそういうことを言って、それで高校出てですね、それでちょうどその頃民間放送でできたんですよね。テレビはないんですよ、ラジオなんですよね、北海道放送の、まあ、HBC っていうところなんですけど、そこの演劇研究所ができましてね、そこで演劇研究生募集しだしたんです。それでじゃあ私も高校で大した頭良くないから、勉強も好きじゃないから、じゃあ芝居の世界に行こうと思って、その民間放送の HBC の演劇研究所に入ったわけですよね。そこで勉強してたら、2年くらい経ったらですね、だからプロデューサーの牧さんって人が、本田よ、お前ここにね、札幌にもたもたしてて、しょうがないよ、東京行かないなら東京行かないとって、東京行くとって簡単に行かれるわけじゃないんですけど、ちょうどその頃ね、ニューフェイスブームだったんですよね、映画界で。どこの映画界でもニューフェイス募集してですね、まあ、どこの、あのスターでもニューフェイスがスターになっていったんですけど、その時私も新東宝で、じゃあ新東宝でこういう募集あるから行ってみないかって言われたんで、はい、劇団か4人出てんで応募したんですけど、でたまたま、まあ、私一人だけが合格して東京に来たんですけどもね。でもすごい数の応募なんですよね。全国で1万6000人募集があったと聞きましたけどね。1万6000人で受かるのは何人なんですか。男が10人くらいで女が15人くらいでしたかね。すごい倍率ですね、それで女の人 でスターはね、どんどん女の人はスターになっていったんだけど、ね、男はなかなかスターにならない、女の人のスターが、まあ、見つけ合ったことがね、原千佐子、北沢典子って、まあ、そういうの女優はスターになっていったんだけどね、ちょうど私たち売れる前だから、これから売れるっていう時に次の社長変わっちゃったもん。次の社長は新しい役者を入れたんですよね。菅原文太とかね、まあね、
寺島達夫だと吉田照夫とかね、それでハンサムタワーなんかつって自分でねどんどんあの入れたのをスターにしてちゃった。私たちスターになり損なっちゃったの。ああタイミングがなんかちょうど結局売れないうちに会社潰れちゃったんですよ。あそうでしたか。25で会社潰れちゃったんで、さあ何もね腕には技術はないし役者しかできないんだから何もできないわけですよね。でテレビ行こうかテレビの役者になろうかって、その後テレビ行ったってねビデオがないからね全部本番なんですよね。カメラが本番、こんな大きなもうバカでかいカメラでわーってきてね、で全部本番だからビデオないからね、こういうところに全部書いておく、あ、カンペみたいな感じで、これ読みながらねセリフ言ってるこんなちっちゃい白黒のねこんなところで芝居なんかやってられない。じゃあテレビ館を諦めましてね、じゃあところ飯食ってからしたんないからね、だからちょうど毎日定食屋のおばちゃんが本田さんね、あんた役者辞めてどうすんの、うち帰ってあの親父さんの商売手伝うのって、うちの親父さん下手屋だから下手屋なんかやってられないから行かないよって言ったので、じゃあ何かしなさい、じゃああなたねその定食屋のおばちゃんが私年だからねこの店あなた譲ってあげるから、ね、やらないって言って、じゃあ金ないけどどうしようって言ったら、じゃあ親から10万借りて親父騙して10万もらって、なんで30万くらいで店作ったんですよ。看板も金ないから自分で書いて、ムードっていうか、まあ、ムードっていう名前だったんですけどね、それで看板も自分で書いたりして、それが下北沢だったんでしょうか。最初から下北沢、そうだったんですね。下北沢で作って小さな店でやって、その定食屋の店の後やりまして、全然客来ないんだよね、はい、3ヶ月やっぱり仕事じゃ無理だなって、こっちもバーテンの真似してね、チョッキ着てね、真似前に役者だからそしたら女優さんたちがね、まあ、女優さんたちはみんなあの他の会社行ってもね結構売れてたんですよ。そしたらあの渋谷でロケ終わったりするとね、バーって帰り寄ってくれて、下北に来て、おんなちゃーんなんて頑張ってるなんて言ってきて、うん、頑張ってるけどなかなか客ないなって、そしたら女優さんたちはそれから、ね、応援してくれてね、まだそこテレビよりもスター、映画スターの方が上だったんですよね、まあ、テレビスターって大したことなかったんだけど、そしたらその女優さんたち遊びに来てくれてね、その飲みしてくれて、8人しか座らないからね、3人くらいで来るとね、お客さん来るとね座れないんですよね。そしたら自分たちの中に入ってね、おしゃくしてくれるお客さん、可愛い子ちゃん、たまおちゃんみたいに綺麗な子がね、これおしゃくしてくれるわけで、そうするとね、あの店女優がやって、かっこいいバーテがいるってなってね、かっこいいバーテ私だけどねそしたらそれでお店終わったら、女優さんたち、あの店の他のママたちがね、お客さん連れて来てくれたって、評判になったわけですね、うん、評判になっちゃってね、混んじゃってね、そしたらね、3ヶ月だったらね、店が満員だからもうお客さん満員ですが入りませんって、いやいいんだって、後ろで立ってこう飲んだのね、そんなに満員電車で飲んだのね、よく黒川紀章さんなんて人もね、よく来てね、有名な建築家のね、黒川紀章っていう人よく来て、これ昭和9年で僕と同じ年なんですよね、はい、話があってね、向こうは東大のねバリバリの建築家の人だけど、こっちはあのバーテンやってましたけどね、そういう人たちいっぱい来てくれてね、もうその時でそれで1年間その借金30万返しちゃってね、もう次の年もう一回そのバイクライン店で買ってね、はい、それから何かバーが当たってね、もう続けて1年に2、3軒ずつ作っていってね、じゃあ何店舗ぐらい、それでね25でやって40まで、はい、40で実際店を辞めたんですけども、50軒くらい作ったんですね、15年間で、バーが12、3軒、キャバレー、クラブ、サロン、ピンクサロン、もうね天ぷら屋、レストラン、喫茶店、スナック、もういろんな作って50軒も作りましたね。それは全部下北沢に、全部下北沢に、50軒の、なんで全部下北沢かっていうとね、はい、あの新宿に1軒作ったことあるんですよ、そしたら新宿人ね、やっぱ目が届かないんですよ、なかなかね、だからやっぱり毎日ね目が届かないとね、経営ってうまくいかないんですよね。一晩の売り上げその当時に800万ありましたね。すごいですね、800万あったからね、バッカバカ儲かってね、すごい、よし金残してやるぞって、その時に私たちが北海道放送時代に張幸太って先生がですね、あの自分たち芝居作ったんですよね、はい、作ったけど発表する場がなかったんですよ、だから自分たちで作った芝居が発表できないって、昭和28年9年くらいですからね、まあ、戦後もない時ですからね、小さくても自分たちの板が欲しいなってよく言ってたんですよね、板っていうの舞台なんですけどね、やっぱり演劇人としてやっぱ発表する場がないとねどうしようもないんでね、それでそれはずっと思ってて、よし800万くらい儲かってやっぱり劇場作ってやる、よし作ってやるぞと思って、それはでも本気になってお金儲けやりましてね、それで 何億で貯めましたんですよね、貯めてね、ガ
ガツ商売やって金儲けられてで38の時に、ね、今本田劇場の土地が手に入ったんですよ、はい、歩き約500坪ぐらいですね。手に入ってよしここで芝居やるぞよしって、その時みんな言われましたね、下北沢に劇場作ったって客なんて来ないよって、その当時の劇場っていうのは山手線の中ですね、渋谷、新宿、あの日比谷中にあったんですけども、下北沢って 山手線って私鉄衛星にはなかったんですよ、劇場っていうのは。私はそれでもいいんだ、客来なくてもいいからいいんだ、やるんで、みんなの演劇人の場所を作るんだから、客なんて来なくたっていいよって、作るわ、そっち客来るだろうなと思って、とにかく劇場作ると、演劇人のために作るぞってことだ。それで38の手に入ったんです、今の本田劇場の土地に手に入ったんで、それで、よし、40までこの水商売一切やめると。なぜやめるかと、あの水商売ってね、賊なんですよね、賊っていうのは金儲けっていうのは大体賊なんですけどね、だからそういう賊行為は一切やめようっていうことで、それで40で全部その水商売やめちゃったわけですよ。そっからじゃあちょっとトーク2の方に行ってもよろしいでしょうか。はいはいはい、トーク2、演劇の街下北沢ということで、それでまず最初に鈴なりが、鈴なりもね、はい、あそこ下上が全部アパートだったんですよね。で下が今の通り飲食店だったんですけども、アパートだったんですね、あそこ牧場のね、はい、でしたらまず本田劇場できるのにあたって、その前に稽古場欲しいなと思って、稽古場作ろうと、で本田劇場に匹敵するような横の長さとか奥行きがあって、鈴なりの上を壊して、それ今鈴なりができたんですけど、本田劇場の稽古場が今の鈴なりなんですか。だから稽古場作るんです、で上のアパート全部壊して、それで鉄骨屋に2、300人人入るんだけど潰れないだろうなったら、絶対潰れませんって鉄骨屋って見てたんですよ、だから絶対大丈夫ですけどね、今見たら外見見たらもうぶっ壊そうだアパートぐらいだけどもね下は全部鉄骨入ってるんですよ。そうなんですね。それで稽古場作ったら、その佐藤美作さんだとか江本ちゃん、あの江本明とかたちが見にして、はい、これあれだよ山崎哲ですよ、こうあれだよ小劇場に貸してよ、稽古場もったいないよって言うから、小劇場に貸して、小劇場ってこんなところで芝居できるの、できますって、これやらせてくださいって言う、でやらしたら、それがわーって今本田劇場も1年後なんですけど、この梅沢富田ちがやったりみんなやったり、寂しいお前だけじゃないって言うんで、テレビですね、もう話題のどんどん使われてですね、それでこの小劇場にそれ最初に本田劇場1年前に小劇場になっちゃったんですよね。はい、それは次の年から小劇場、あの本田劇場できてから、本田劇場からまあもう最初からもうずんずん予約が3本こけた年やったんですけども、その後ももうずっともうみんな使いたい使いたいってことですね。うーん、まあお金さんでね使われてますけどね、やっぱり演技人には板がなくちゃね、場所がなくちゃ、発表する場がなくちゃいけないという、はい、今8つの声やってますけどね、おかげさんでね、みんなにね喜んで使ってもらえるってんじゃないかと思いますけどね、まあ人に喜ばれることやればきっとなんかいいことあるんじゃないかと思いますけどね。原点はそこなんですね。あの本田劇場オープン後の伝説のこけら落とし3公演っていう、3公演 ね、はい、秘密の花園がね、まあ、唐さんのね、はい、そして誰もいなくなった別役さんので、あと斎藤蓮の斑鳩の祭り3本やったんですけども、はい、まあ、3本とも大変好評でですね、まあ、その前にあの劇場のオープン前にテント芝居やったんですよね、はい、テント芝居の黒テントの佐藤誠たちがここでなんかテントやらせてくれって、テントってなんだって、テントで芝居なんかできるのかったら、テントの芝居なんですよ、テントの芝居って聞いたことないなって言ってたんですよね、テントで黒テントで来たから、僕は商売人ですから、もう一つなんかテントないのがあったら、赤テントあるんだ、赤テントって何だったら、持ってきたら、なんだこれ、東十郎って、いや、これ、唐十郎って言ってさ、それで、じゃあ、唐さんって、じゃあ、黒と赤で、日本やったら面白いんじゃないかっていうことで、日本やったらこれが11月、12月、これが大ヒットしましてね、最初、テントがこのぐらいやったのが、膨れ上がっちゃうんですよね、客入りすぎちゃって。赤テントも黒テントもよくお客さん入ってね、はい、だからテント、まあ、まあ一つのある意味の前哨戦になったんでしょうけどね、劇場もね、下北で演劇をやるんだっていう、そういう雰囲気がね、すごく流れましてね、なんだテントもすごい良かったなと思ってますけどね。でそれで下北沢の80年代小劇場ブームができる、店やってたのが50軒ありましたから、そのうちにちょうど小劇場になりそうな建物が3つずつ持ってたんですよ、はい、じゃあそれ全部店飲食店をやめて、それ全部小劇場に直していったわけですよ。じゃあ、 あの劇小劇場とかあの駅前の劇場は飲食店だったんですか。喫茶店やってたりね。そうなんですね、うん、それを
して職業移住していったわけです。でもいい場所ですもんね。いきなり一等地ですからね。ねえあそこをまた劇場にするっていうのも斬新ですよね、うん、で、あの劇場すごろくっていう、ね、呼び方が、ねあるそうなんですが、教えていただけますか。なんか劇場すごろくてなんかあ町でなんか作ってやってるみたいですけどね。まあこっから行ってここで上がりっていうのを作ってなんか今8つの小屋ありますからね、はいはい、皆さんなんかそんなの楽しんでるらしいですけどね。もう全部こうコンプリートして、そうですね、うん、立派になるという、まあ、どこの劇団がいいとか悪いとかってね、まあ、ないですね、はい、みんないいですね。そうですか。みんなどの芝居でもどんな小劇場100人の小屋でも80人の小屋でもそこで一生懸命芝居作ってる、その芝居を作ってる姿見たり、すごいその芝居見たりして皆さんが喜んでもらってる、その劇場の片隅でこう見てるのがまたいいっていう。あーすごい。じゃあ徳さんに行きたいと思います。こちらです。新劇場への夢ということで、2006年72歳で俳優に復帰されたんですね。そう、本当ね、ある時ね、中村真理子さんって女優さんがね、はいはい、一緒に飲んでたんですよ、はい、だからね、あんたちゃんね、こういう芝居だけどって言ったら、お年寄りのね、芸人のね、役者崩れのね、老人ホームの話をやりたいんだけど、その芝居したいんだけど、本田ちゃん、園長の役で出ないっていうのは、そんなん出られるわけないじゃないかって言うの、とにかくね、その主演の女優さんがね、SKD の女優さんでね、今50歳くらいだけどね、はい、すごく綺麗な女優さんだ、その人のお尻探し役から出るって、それなら出るって、それで出たんですよ。だからね、本当可愛くてね、50歳だけどね、見るがる女優さんでね、それで出させて、それはそういうきっかけで芝居やりだったんですよ。簡単なんですよ。あの、これからの夢を聞かせていただいてもよろしいですか。これからはね、はい、やっぱり1年間1本か2本ね、やっぱり芝居やらさせてもらってですね、うん、やっぱりやりたいのはね、一人芝居ですね。うん、一人芝居をね、今和田守雄さんがやってるけどもね、一人芝居をね、自分でやってみたい、なんかいい作品があればね、やってみたいな、そこにかけてみたいと思うんですけどね。ちょっと改めて舞台の魅力ってもう一度伺ってもよろしいですか。舞台の魅力っていうのはね、はい、自分で作った芝居を感動してもらうってことはね、嬉しいですね、うん、自分の作ったものを全部吸収されちゃうわけですか、相手にずっと、はい、自分の出してもみんな相手に救われちゃうんですからね、うん、こんなとこはめったにないですよ。どんなに喋ってようが何しようがね、そんなとこはないですよね、うん、ある意味の役者の快感じゃないですかね、うんうん、これからの下北沢はどうお考えになりますか。もう85だからね、あんまり、まあ、どんどんもう若手にみんな譲ってあんまり口出さないようにしてるんですけどもね、やっぱり夢としてですね、やっぱり今あのさっき言いましたけど、テント芝居なんですけどね、テント芝居の、ね、場がね、ちょうど今小田急がね、もうそういう空間ができてきたり、他のどこでもそういう空間ができてきたので、ぜひね、そのテント芝居の魅力もね、やったら面白いかなっていう気がするんですけど、ですからこれから、まあ、そういう意味でより以上にね、演劇の街としてね、楽しみになってくれればいいかなと思ってます。いやこの時代になんかすごい素敵だと思います。あのすいません、時間となってしまいました、はい、今日はいかがだったでしょうか。いやいや楽しかったですね。もうこういう綺麗な人と一緒に喋って楽しいです、はい、いやそう言っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。今日は本当貴重なお話ありがとうございました、はい、どうぞ、はい、本田和夫さんでした。ありがとうございました。